どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これやってみました。バナナクリップの正しい付け方、結構なんかまあ簡単にできるアレンジグッズとして結構話題かなとは思うんですけど、まあこれの付け方って結構まあいろいろあるんですけど、まあ正しい付け方というか、まあビシッと止まるやり方というか、そういうやり方って多分あんまり教えてもらってないかなと思うので、まあ崩れにくかったりとか、こういうボリュームが出しやすい、毛先が巻きやすいとか、そういう方法をちょっと今日は解説させていただいておりますので、いつもちょっとバナナクリップうまいことできないよっていう方、よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。バイデーです。分け目はそのままで後ろでまとめていきます。手ぐしで後ろにまとめて、でまとめる位置が少しもう襟足寄りですね。下の方でまとめてる状態です。でバナナクリップをつけます。上からカチッとつけていきます。で表面の部分を少しボリュームを出していきます。ちょっと凹凸ができるぐらい根元ギリギリからついてない状態と、あと上からつけることによってちょっと崩れやすい印象になってます。でバナナクリップをつけてからほぐすとちょっと引っかかりが出て痛かったりとかするので注意してください。まず分け目をしっかりとなくしていきます。次に後ろでまとめていきます。この時に後頭部あたり、このあたりですね。先ほどは結構襟足の部分だったんですけど、今回はこのあたりで髪の毛をまとめていきます。この状態で少しボリュームを出します。ちょっと凹凸が出るぐらいで毛束を手で持ちながら出すと結構簡単に出やすいです。でバナナクリップを下から根元付近にしっかりとつけていきます。すると緩みづらいし、形バランスが綺麗な状態になってます。あとはお好みで髪の毛をちょっとサイド寄りに持ってきて、コテで軽く巻いていきます。横に持ってくるのがポイントですね。後ろだとちょっと巻きづらいかなと思うので、自分が見える位置に髪の毛を持ってきて巻いてあげると綺麗に巻きやすいです。はい、こんな感じで仕上がりました。バナナクリップの正しい付け方になります。よかったら参考にしてみてください。